これは良いところに来てくれた、エーデルガルト。良いところ？ああ、あなたもこの話は聞いたことがあるだろう。アドラステア帝国の建国から数百年、とある二人の人物が現れた。一人は千里をかけ多くの敵をほふったという戦う宰相ディルク・フォン・エーギル。もう一人は時の皇帝で、二人は玉座をかけて決闘し皇帝が勝った。どうせそれに倣って皇帝と宰相の子孫である私たちも決闘しようとか言い出すつもりなんでしょうけれど、私にはそんな気はないわ。先回りして全部言うのはやめてもらえないかね。戦う宰相の決闘を申し込むセリフが熱かったというのに。それは申し訳なかったわ。まあいい、あなたのご明察通り私は決闘を申し込もうとしたが、その前にあっさりと断られたということだな。フェルディナント、いい加減私に勝負を挑むのをやめてくれないかしら。あ、もちろんだ。もう勝負は申し込まないよ。え？諦めるの？そうも意外そうな顔をされるのは心外だな。勝負には両者の合意が不可欠。ここまで断られた以上、他の方法を考えるのは当然だろうさ。他の方法、あまり聞きたくはないけれど、どんなものがあるのかしら。要するに、周囲の者に私があなたより勝っていることを示せればいいのだからね。あなたが何かするたびに記録を取り、私はあなたを上回る記録を出し、それを大量に書いては配るというわけさ。これで皆が私の素晴らしさを。絶対にやめなさい、絶対に。まだ決闘の方がいいわ。この考えを披露すればエーデルガルトを出し抜けるかも。フェルディナント殿はまたそれですか。よお、ヒューベルトか。気配を消して話しかけないでくれたまえ。よからぬことを企んでいるから私に気づけないのではないですか。よからぬことなどとんでもない、私には重要なことだ。ほう、エーデルガルト様をやり込めるのが、それはまた随分とくだらない重大事ですな。いくらでも他にすることがあるというのに、貴族の中の貴族が聞いて呆れますよ。ふん、君のような貴族よりは健全さ。口を開けばいつもエーデルガルト様。君には主体性というものがないのか。ただ主に尻尾を振り、主に意を唱えず、主の後をついて回り、主に心を砕くばかり。私を非難する前に己の生き方をどうにかすべきではないかね。おお、ただの戯言も貴殿が口にするといつもの何倍も耳障りになりますな。何度も言いますが、我が主は皇女殿下で、貴殿は宰相の子息に過ぎない。わかっていると。しかし上の者をいさめ道を正さんとするのは下の者の務めだ。
私はいつだってその心構えでいるし、そのために彼女よりも優れた考え、優れた方法を探しているのだ。その行いをくだらないと断ずるとは、君の従者としての器も底が知れるな。貴殿の舌はまるで水車のようにペラペラと回りますな。そしてただ上から下へ流れていく上っ面のゴンゲのような男ですよ。これ以上の話は無意味だ。私は引き上げさせてもらいましょう。こちらこそ、君と話すことは何もない。さっさと行ってくれ。うららかな陽光が僕を眠りへと誘う。何をのんきに黄昏れているんだね、リンハルト。貴族たるもの、常に気を引き締めておきたまえよ。ああ、君か。僕に何か用？ふん、たまたま通りかかっただけだ。それにしても、よく昼寝しているところを見かけるが、少しは人のために働くといい。そんなこと言われてもね、体力もないし、すぐ疲れるんだよ。うん、ならば体を鍛えるのだな。鍛えればできる仕事も増えるさ。今日のところは特別に、この私が鍛えてやろう。さあ、立ち上がりたまえ。正しき貴族の生き様が君を待っている。大げさだな。君はいつも全力で生きているね。ああ、全力だとも。全力のどこが悪いというのだ。いやいや、悪いなんて言ってないって。一生懸命で前向きで、むしろ素晴らしいよ。君は働き者で、皆から慕われてるし、貴族としての品格も申し分ない。よくわかっているじゃないか。私は貴族として皆を導いているのだよ。おまけに万能で、見目麗しく。それと比べたら僕なんて赤子も当然さ。あ、いや、それほどでもない。私もそうありたいと日々研鑽しているがね。紅茶や乗馬みたいな趣味もあって、君ほど貴族らしい人を見たことがないよ。そうだな、ついこの前も遠乗りに。それからもういいや。ん？リンハルト、どこへ行くつもりだ？貴族の中の貴族、フェルディナントに後を託して、僕は赤子らしく寝てくるよ。貴族の中の貴族、そこまで言ってくれるとは。で、今寝ると言ったか。おい、待ちたまえ。フェルディナントいますか？先生呼んで。うむ。とても集中しているですか？読書、待つです。そうか。なるほどな。外交も武具の発達に影響を及ぼすか。ペトラ、君いつからそこにいたのかね。少し前。あなた先進します。ゆえ気づくありませんでした。いや、失礼。私としたことがつい熱中していたようだ。君も読書中か。何を読んで？フォドラの歴史勉強します。歴史書か、熱心だな。しかもフレスベルグの年代記とはまた。フォドラのこと深く知る望みます。あなた、どのような本読むですか？私か？私は趣味のようなものでね。フォドラの地域ごとの武具の変遷史だよ。武具は気候や地形のみならず、外交関係にも強く影響されて進化する。
興味深いね。なるほど、興味深くあります。さすがフェルディナントです。ほう、君も興味があるのか。ならばぜひ読んでみてくれ。この本は全18巻あるうちの一冊でね、書庫には全巻が揃っているのだ。感謝します。武具の研究、私参考できます。失敗です、忘れるありました。先生、あなた呼んでいます。何？君が物忘れとは珍しい。では失礼するよ。珍しい、確かです。しかし稀あります。ふん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 、いいお天気で絵筆が進むな。あれ、ベルナデッタ？はい、どなたでしょうか？どなたって、リンハルトだよ。ここで何をしてるの？何をって、絵です。邪魔ですよね。帰ります、帰りますから。いや、邪魔だなんて言ってないけど、僕は本を読みに来ただけだよ。つまり静かにするし、動かないから、互いに邪魔には。いや、もう好きにして。帰りたいなら帰ればいいよ。帰りたいわけじゃないですし。いや、その帰ってやるもんですか。そういえば君って普段引きこもってるよね。ごめんなさい、今日は外にいてごめんなさい。怒ってますか？怒ってますよね。すぐに片付けて引きこもります。別に怒ってないって。むしろ僕は君に憧れを抱いてる。僕だって君のように引きこもって一日中外に出ずに過ごしたいわけだよ。でもそれだと研究ができないからとても悩ましくてね。あ、憧れ？私に？さては何か企んでいるでしょう。ベルの真似をしてベルになり変わり、最後には亡き者にする気ですね。そんなことさせませんから。力の限り抵抗しますもん。いや、そんな気は全然。もうめんどくさいからそれでいいよ。Thank you.
修道院は千年近い歴史を誇る。私たちの知らない何かがあっても不思議じゃないわ。調べましょう。修道院を回って皆に話を聞いてくれる？ある程度絞り込めたら相談するわよ。頼みがあるの。失礼だが、先生。そういえば、儀式当日は修道院が一般開放され、この先の聖廟も皆に公開されることになっています。聖廟には預言者であり聖者であるセイロス様の眠る棺が安置されているのですよ。丘に？いえ、特に何もありません。棺を見られるだけですよ。棺には魔法で強力な封印がかけられていますから、開けることもできませんし。先生。女神の塔に入ったことはあるか？祭儀にも使われる神聖な場所だ。一応生徒は入ってはいけないことになっているのだが、逆にそれが好奇心を煽るのだろう。こっそりと入り込む者もいる。まあ今節に限ってはそんなことは絶対にありえんがな。何しろ女神最短の儀にあたっていつもの倍以上の見張りが立つのだ。書庫でしか読めない貴重な書物は数多くあります。ただしここに来れば読めるので、危険を冒してまで盗む者はいないでしょう。たまに修道院にふさわしくない書物をセテス様が廃棄することがあるのですが、ある意味その手の書物の方がここでは貴重かもしれませんね。恐ろしい話もあったものだよ。だがレア様の暗殺が成功するはずもない。何？他に狙いがあると
と。確かにこの部屋には貴重な器具もあるが、我が輩以外に扱えるものがいるとは思えんな。勝ったぜ。敵の狙いはやっぱレア様だ。レア様じゃないと見せかけて実はレア様を狙う。どうだ俺の勘、当たるぜ。なあ、頼みがあるんだ。先生。おや、この部屋が何かご存知で。教団の宝物庫です。宝物といっても金銀財宝ではありません。ほとんどは武具や遺物の類ですね。盗まれて困るもの、こんな入りやすい場所には置きませんよ。おお、皆の注意をそらすため厩舎に火をつけて騒ぎを起こす。物語では上等の手段だ。何とはなしに気になってな。しかし騎士団の馬はどれも立派だ。この足の肉のつき方など。一つ頼みを聞いてくれたまえ。フレンのために町へ出ていた。必要なものがあったのだ。まあ心配ない。こう見えて私はそこらの騎士より強い。君に頼みがあるのだが。やってくれた。感謝する。
どうした？忙しそうにあちこちと。狙いはレア様じゃないかもしれないって。だとしても騎士団は動きづらいな。レア様の護衛を緩めるわけにはいかん。女神最短の儀ってのはセロス教にとってそれだけ重要な行事なんだ。天に昇っていた女神様が地上に戻られる日なんて言ってはいるが、そんなことはあるはずねえよな。おっと、今のはここだけの話な。そうだな、修道院で狙われそうなもの、いろいろあって一つに絞るのは無理だな。貴重な品ならここの厨房にもあるぞ。数百年以上も前に仕込まれたブドウ酒とかな。だが味は飲めたもんじゃないって噂さ。わざわざ押し入って盗むやつもいないよ。そういえば、女神最短の儀はセイロス教にとって最も重要とされている儀式だ。それに水を差したい何者かが出任せで暗殺計画の情報を流したのではないかね。気遣いに感謝するよ。借りができたな。ですわね、ここの植物は大変貴重なものですから。ガルグマク995年の歴史の粋がこの王室には詰まっているのです。多くの可憐な花、薬にも毒にも変じる草木。ああ、私の大事な子たち。どうでしょうか。あら先生、ごきげんよう。素敵な騎士とお茶の約束があったのに、そんな雰囲気じゃないみたいね。町には死神が出るなんて噂もあるのよ。ほんと物騒で嫌になっちゃうわ。先生、そう、頼りになるわね。そうね、教団にとって最重要とも言えるものがあり、儀式の当日は一般に公開されることで普段より侵入もたやすくなる。つまり、ええ、私もそう思う。目的はまだわからないけれど、敵の狙いが聖病である可能性は高いわ。
予想通りの結果ね。あんたに。逆に、まあ、何しろ。
このくらい当然でしょ。なんだかくすぐったいわね。僕を侮ってもらっては困る。うん、嬉しいものだね。指導感謝するよ。指導感謝するよ。心配いりませんでしたな。おだてても何もありませんよ。コツをつかめましたか。よかったんですね。褒められ慣れてないもんで照れますね。今のでよかったんですね。質問許す、もらえますか。あなたの知恵、遥か高みあります。先生、先生、悪いな、部屋まで持ってこさせちゃって。昼寝してて出られなかった講義の資料ですよね。助かります。もちろん僕も出る気はあるんですけど、人生最大の敵とも言うべき睡魔ってやつになかなか勝てなくて。はあ、また眠くなってきた。いやいや、こんな時に訓練したら怪我しますよ。誰かと話してても結構疲れるけど、先生とはこんなくだらない話も際限なくし続けられますね。不思議な人だな、先生は。
議ですよ。だいたい人となりからしてもね、貴族らしさのかけらもなければ平民っぽさもない、浮世離れしてます。何かを企んで修道院に来た悪役って言われても違和感ないですね。ちょっと僕にも紋章とか調べさせてくれません？その体を僕に預けて色々と探らせてくださいよ。ハンネマン先生ほどじゃないですけど、僕も自分で研究してるんです。将来は紋章学者になろうかなと思ってるんで。いや、今はまだいいかな。研究中の題材が山積みなんです。少し調べると飽きて放置しちゃって。先生を調べるのは何日後か、多少は片付いてからでお願いします。というわけで今日のところはおやすみなさい。少しいいか先生。あなたは随分とエーデルガルトを買っているようだな。やはりそうか。だが彼女が優秀なのは間違いない。それでは私はどうだね。彼女に負けず劣らず優秀だろう。私が大貴族の嫡男ということは気にせず、忌憚ない評価を頼むぞ先生。バカな。私が彼女に劣るだと。これでも謙遜していたのだ。本音を言えば私の方が少なからず優れていると自負している。しかし先生は違うというのだな。こうなれば先生に理解してもらうしかあるまい、私の優秀さを。仕方があるに決まっていよう。私の実力が誤解されているのだぞ。侮られたままを良しとするなど貴族の名折れ。さあついてきたまえ。わかりやすく実力の差を見せつけるには武芸の腕がいいと思ってな。先日エーデルガルトが魔獣を一人で討伐してみせたと聞いた。私も同じことをしてみせよう。それも彼女の半分の時間でだ。先生は見届け人であり、時間を計る役も担ってもらおう。出たか。2体同時だと。だが私なら。うわ無理だ。すまない先生、助かった。聞けたものじゃないかもしれませんが、まあ全員で歌えば分かりませんよ。よっしゃー、天まで響け俺の歌声。まだまだ学ぶことは多い。
招きに預かりまして光栄ですわ。あ、私の好きな茶葉をご存知なんて感激ですわ。感謝いたしますわ。美味しいですわ。ええ、落ち着きますわね。そうですの？私、にぎやかな場所が好きですのよ。大修道院も人が多いから気に入ってますの。そうですの？とっても美味しいお茶でしたわ。それでは先生、ごきげんよう。二人で華麗に終わらせよう。一緒に終わったよ。どうかな、身についてきた？実践で試してみねえとな。両人ハルト、また眠そうな顔しやがって気合が足りねえぞ。騒がしいと思ったらカスパルか。君は相変わらず気合が空回りしてるね。空回りなんかしてねえって。ほら、訓練場でお前にも気合入れてやる。いやいや、遠慮するよ。まったく、君はどんどん父親に似てくるね。昔、君の父親に会った時、無理やり訓練に付き合わされそうになったのを思い出すよ。確か、お前の親父が私の息子に何をするって激怒して喧嘩になったんだよな。ああ、あの二人ずっと仲が悪いよね。いい大人が全く何をやってるのか。いっそ拳と拳で喧嘩すりゃ親父の勝ちですぐに肩がつくのにな。それはひどい勝負だな。君の父親相手に勝てる人なんてポドラ中探しても少ないよ。普通なら僕の父の方が上勢がある分有利なはずなんだけどね。ん？背の高さは関係ねえだろ。実力差がそれほどないなら背の高い人の方が有利だろ。力で相手をねじ伏せた方が勝つ。それが喧嘩だぜ。勝負を決めるのは腕力だけじゃないさ。上勢がある人は総じて手足が長いからね。手足が長いと攻撃できる範囲も広くなり、脚力も増し、拳や足先にも力を込めやすい。さらに背が高いと体重も多く。ああ、まあいいや、十分分かったよね。いや、さっぱり分かんねえ。手足の長さなんて近づいちまえば。近づけるならね。だから、いや、もう君の言う通りでいいや。なんだよ、お前はすぐそうやって。だったら俺が証明してきてやるよ。確か騎士団に背の高い新人が入ったよな。よっしゃ、あいつを任してきてやるぜ。実力差の話は、ああ、まあいいか、言っちゃったし。あ、くそ、つえーな。殴りも蹴りも全然当たりやしねえ。はあ、だからそう言ったよね。喧嘩は背が高い方が有利だって。